運気上昇2024年6月の開運フード、はい、開運法シリーズのご紹介ですが、はい、今日は開運フードということで、うん、その月によってこれを食べると美味しいとか栄養価がある以外に開運効果もプラスアルファ見込めるぞという、いわゆる開運フードというものがありますと、はい、で、ね、今月はですね、はい、これちょっと、はい、先月から意味合い変わってきました。そうなんですよ、もうすごいね、はい、身近な問題というかですね。そうなんですよ。で、油揚げいやいや、なぜそこでがっかりするんだ。いや失礼だな君は。いやそのなんかちょっとね、先月はたこ焼きで、そうなんですよ、先月から私もね、はい、できれば、はい、もっとね、いわゆる高級食材にしたいなと思うんですが、はい、こればっかりはしょうがないんですね。我々がね、食べるというコーナーが先月から始まって、そうなんですよ。で、はい、我々がどうこうできる問題じゃなくって、はい、まあそういうふうに出てるからしょうがないということなんですが、はい、ただやっぱり油揚げだってほらピンキリじゃないですか、はい、ね、きっと高級油揚げがあるに違いないと予算降りるかな、大丈夫かな、そうですね、はい、油揚げでまあ10万ぐらいは降りるんじゃないですか1年分ですねいや、それでね、はい、今回は食材で縛りましたので、はい、調理方法は何でも結構です。だからね、例えばお味噌汁にこう、ね、油揚げ入ってるやつありますし、あるいはもう単純に本当焼いて表面カリッと焼いてお醤油かけて食べるとか、あとなんだ、ご飯包んで、まあ、いわゆるお稲荷さんにするとか、まあ、いろんな方法があると思います。ですからその辺はどうでも好きにやっていただければいいので、はい、食材として油揚げを使えばよしと、はい、そういうことになりますので、フルコースメニューに油揚げがちょっと入ってるというのが我々の開運フードになると絶対予算降りないですよやっぱりね、フランス料理に油揚げよく似合いますね。見たことないなそれだけ買ってこいって言われますそのちょっとしたやつだけ、はい、まあ、はい、我々も、ね、身をもって食しますので、はい、お楽しみにしていただきたいと思いますが、どんな、ね、料理買ってくるかですね、はいはい、で、一月まるまる良いんですが、特に効果の高い日が2日間ありまして、はい、今月2日間ありまして、早い方が12日の水曜日で、その次が21日の金曜日、はい、この2日になります。でちょっとね、いい今月いいんだけど、悪い日、例外的に悪い日、良くない日というのもあって、これがね、今月は4回ちょっと多いんですよ。イレギュラーですね。そうな、ちょっと、はい、はい、ですから気をつけていただきたいのが、一番早いところから9日の日曜日、18日の火曜日、27日の木曜日、はい、でラスト30日の日曜日と、4回ほどちょっと NG な日がありますので、この日は、逆にね、避けていただいた方がよろしいかもしれません。はい、はい、では、油揚げ、皆さん6月開運フードでございますので、いろんなね、調理法ございますので、ぜひ食してみてください。我々もね、来週、はい、いただきますので、食らうと開運フード食らう多分分からないですけど、その上は喜んでますよ。これ、これ始まって先月たこ焼きで、今月油揚げで、ね、ちょっと私もどうにかしなくてはいけないと思ってますけどなんか楽しみになってきましたので、はい、皆さんもぜひ食べてみてください。今日もありがとうございました。ありがとうございました。それではまた明日もご覧ください。また明日。キャビア包みがいいな